ろしくお願いします。ゆうごさん、はい、早速なんですけれども、はい、このマスク見てもらえます？すごい、ホノルルポリスって書いてます。かっこいいです、ね、素敵じゃないですか、はい、もう先週ですね、はい、ホノルル警察のロゴグッズを売ってるお店に行ってきたんですよ、はい、あ、そんなところあるんですよ。でも結構売ってますよね、ホノルル警察の T シャツとか。そうなんですけど、ここはオフィシャルで、はい、元警察官の方がやってらっしゃるんです。あ、オフィシャルとかある、まあ、そうなんですよ、まあ、あの現役の警察官の方もいらっしゃると思うんですけども、はい、そういう方がやってらっしゃって、もう皆様にねちょっとご紹介したいので、はい、一緒に行きませんか。はい、ちょっとね行きづらい場所なので、はい、ゆうごさんちょっと説明していただけますか。後で私ちょっとあの説明できないのでお願いします。わかりました。じゃあ行ってみましょうか。じゃあレッツゴー。はいはい、じゃあ我々のいるシェラトンワイキキホテルからスタートしてみましょう。はい、はい、ですね、お店を検索しますと、車でだいたい10分くらいの距離にあります。今出している地図の青いラインをこの赤いピンのところまで移動していただきますね。はい、一応歩いても行けるんですが、歩くとだいたい30分から40分ぐらいの距離になってます。まあ、お散歩コースにはちょうどいいかなっていう感じだったので、とりあえずアラワイ運河沿いのですね、散歩したらこんな感じかなっていう風景を撮ってきましたので、ちょっとお楽しみください。はい、到着しました。はい、はい、この看板が出てますので目印にしていただければと思います。駐車場もありましたね。そうですね、でこの駐車場からですね、エレベーターか階段で2階に上がっていただきます。でお店の中入っていただくとこんな雰囲気になってますね。たくさん商品並んでましたね。そうですね、で雑貨もたくさんあっていまして、うん、光るペンですよ。光るペン、今の現役の警察官も使ってるそうです。あ、そうなんですか。でこういった、袋があったりとかしますね。あとキーホルダー、キーチェーンとかも売ってますね、うん、マグカップもありましたね、うん、あ、でこれ面白かったのが豚の貯金箱もありましたね。そうそうそう、ありましたね、はい、可愛いですね。ウォーターボトルもね、うん、ありましたよね、はい、ピンクとブルーでしたっけ。そうですね、は、出ましたね、私のマスク、はい、これ本当に顔にフィットしていいですよ。 おすすめです。はい、でこのお店にロゴマークが飾ってありまして、やはり置いてある商品すべてにロゴマークがしっかりとあしらわれているのが特徴でしたね、はい、ですね。で、このお店どんな商品が売れているのかっていうのを、聞いてみました。はい、はい、The fifth best merchandise that we have right now is our baseball cap. The silver badge on black is the fifth most popular item we have in our shop. The fourth best item is our canine plush, canine heroes. Very popular. The next one would be my polo shirt. This is the third popular item that we have with a blue line flag in it. This is our new design.Number two would be the Aloha design with a badge, silver badge in the center. This is the, used to be number one before, until the badge read. This is number one design right now we have in our shop. なるほど、そんな売れ筋なんですね。で結構警察官の方の写真がたくさん飾ってあって、このお店の歴史についてもお伺いしてみました。はい、Aloha and welcome to the Honolulu Police Relief Association.Back in 1932, when the Honolulu Police Department was first formed, there was a critical need to get life insurance for the officers. It was very hard to get life insurance at that time. So a few officers got together and they formed the Honolulu Police Relief Association, HPRA. And they were able to get affordable life insurance rates for the officers at that time. Now that was about 90 years ago.And today we still do the same thing. We still provide life insurance rates for our membership,
But the membership has grown into not only officers, but our civilian employees, our retirees, and also our reserve officers. So all of this is funded by investments that we have, donations, and money that is generated from this, from our store over here. So anytime you come to Honolulu, make sure you come visit us and help us support our membership.そういういきさつだったんですね。はい、あのホノルルワイキキの真ん中にも交番がありますけどね、やはりこのお店でいろいろサポートしていただく、買っていただくと、より一層安全な滞在につながるということですね。これが公式のタグですね。あ、なるほど。こういったぬいぐるみもお子様向けに良さそうですし ね、可愛かったですね。はい、あとなんか女性向けのデザインの T シャツもたくさんありましたからね。ありましたね。お土産に良さそうですね。本当ですね。ご自分用としてもね、お土産用としてもいいですよね。はい、なかなか手に入らないですもんね。はい、はい、いかがでしたでしょうか。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。アロハ。アロハ。